やあ、せつのけいすけですよ。記憶少女ジエンド。次から。さて、第2章。どんどん進んでいきましょう。1回調べたんで、2回へ。カエルくん。てか、お前、おったんか、こんなところおったんか。なんだ。はい、行ってきますよ。障害物。てか、鏡あるん。てか、さっきちょっと映っとったよな。え？二人の体映んなかった？鏡。いや、これ鏡じゃないん？真ん中にあるん鏡じゃない？机かな？若干映っとるように見えたんやけどな。気のせいかな？まあいいや。もう気のせいでこれにしとこう。え、なんもないやん。なんもないよ。なんもなかったよ。アイテムもなんもなし。あれ？どうした？あ、そうか。俺もしかして、ここに懐中電灯あったのに、取り忘れとるとか。てか、調べてなかったもんな。まさかな、まさかここに懐中電灯あって、さっきいいやのパターンか。だとしたら俺なんでやねんな感じになるよ。俺のパート1なん、さっきの前のパート何だったんやねんって感じになるよ。なあ、でもなんもないんかな。ゴミ箱、ガーゼ。もう、あ、ないんかな。なかった。なかったわい。じゃあどこに何かあるんかな。暗くて全然見えませんけど。はじめさん。はじめさん、なんかありません？あ、それよりもこれだよ。前回ここ気になっとったよな。あれ？ここじゃなかったっけ？ここじゃ。ここだけ顔が映るんだ。これがなんか気になるんだ。てか、アイテムないの？本当にありも、絶対ここなんかあるんちゃうかなって、若干思ってしまうけど、なんもない。ああ。よう考えたらこっちの階段から登ればいいじゃんって話やん。ほら見てみ、何もなかったや。なんで向こう側にだけ敷き詰めとったかも知らんけどさ、なんでだろうね。なんかそのせいでなんかこっちからも階段登るのじゃないかって若干思ってしまった自分がいます。恥ずかしい。掃除道具だけ。あ、掃除道具しかないんかな。懐中電灯が欲しいけど、はじめさんの設定考えたらもしかしたら懐中電灯なしでも OK パターンなんかな。 OK 牧場なんかな。はじめ牧場なんか。一応もうロッカーは全部見ますよ。ゾロロン。ロッカーは全部見ますよ。懐中電灯がもしかしたらあるかもしれませんからね。勉強か。試験期間中なら俺何が言うんだろうな。リアルにし、あ、ほん。リアルに俺今試験期間中なのに、なんかちょっと心にぐさっときたね。このセンター試験まであとわずかって言葉に。いや、俺のは中、中間試験なんやけどね。期末、楽器の中間試験なんやけどね。ないんかな？なんか全然アイテムないんやけど。いや、目的は、なんか脱出、何やったっけな。なんとかを探すって何だったっけ。なんとかって何やったっけ。入り口的な、昇降口じゃ。もう一つの校舎にある昇降口。もう一つの校舎。そもそもこれ、校舎2つあるんだよな。なんで男子トイレ開いてんの。ちょっと突っ込んだ。あー、呼んでるやん、呼んでるやん。あ、ああ。え、自身課長、大津でした。呼ばれとったような気がするんやけどな。気のせいだったな。まあ、いいんだ。怖い目で見るよりかは、あかーん。あかん。どうして、女子トイレって、トイレって大体鍵ついてないもんじゃないの。そうでもない。なんであかんの。怖いわ。完全にこれ、トイレのよしこさんか、ちゃいわ。花子さんが出没しそう。なんか落ちとる。なんか落ちとるよ。何あれ。いけんやん、これ。なんかいけんやん。なんか向こう側の入り口から回らなあかんパターンになっとる。ロッカー開けるけど、やっぱり、なんもないパターンだった。なんもないパターンだった。珍しいな。珍しいけど、正直どうでもよかった。こっちから入らなあかんパターン。何これ？ラブレター。雰囲気と全然合ってないもんでできた。読んじゃおう。読んじゃおう。3の4で手に入れたラブレター。読んじゃおう。
弥生さんへ。お、男の子が書いたんかな、これ。僕はあなたのことがずっと前から好きでした。あなたの笑顔、その一緒にじゃれる姿、みんな好きでした。辛かった時や苦しかった時に、あなたのその笑顔を見た時に、なぜか涙が出てきました。なぜ涙が出たのかは今ではわかりません。でも、きっとあなたに憧れていたんだと思います。僕にできないことをやってみせるから、これからもあなたの笑顔を見せてください。友達と仲良くしてください。僕はそんなあなたを見るのが好きです。そんなあなたが大好きです。こんな手紙、迷惑だと思いましたが、書きました。許してください。西条元也より。うひょー、ラブレターだぜ。戻っていいんやろうか、これ。西条なんちゃら、元也さんか。西条元也っていう人がさ、幽霊として、追いかけてきたらどうするん、返せみたいな感じで追いかけてきたらどうする、怖いよ。今のうちに燃やしとった方がいいんじゃないか。あ、一応降りてみた。障害物があって通ることができない、残念。ジパングはあんな近くにおるのに喋りかけれんとはちょっと悲しいものよの。てかさ、1回2回調べてラブレターしかないっていうか、逆になんでラブレターなんだろう。西条元也さんの恥語、西条元也さんの黒歴史作っただけやん。他人にラブレーザー見られて西条元也さんはどう思うだろう。ん、ちょっと落とした、気のせいか、気のせいなのか。呼んでる、まだ誰か呼んでる、この中が錆びてるやん。錆びてたわ。呼んでるような気がするんだ、なんかすごい遠回しに。ヤッホーとかそういうんじゃなくてさ、こっちをおいでよとかじゃないよ。トトトトトンってちょっと、あーおあーおあーおツッコめ、はじめさんとか、ツッコめ、今の現象にツッコめ。そういうタイプの椅子とかそういうんじゃないぞ。窓の外には向かいに立っている、木製の古い校舎が見える。あそこに行けって感じか。学校の周りは真っ暗で全く見渡せない。くそーこいつ、どきたまえ、どきたまえ。こっち側から入ればなんかあるパターンなんだろうか。なこれ、お、学級日誌や。気になるなこれ。昨日私は新しいことを学びました。料理器具の錆を落とすのは薬剤を使わなくてもカニタワシでも落とせること。あ、裏技ってやつやな。先生はカニタワシで落とす派ですか、それとも薬剤で落とす派ですか。多分先生の答えはさ、いいえ、掃除なんかしないタイプですみたいな。そんな感じに来ると思うわ。多分先生は結婚しとるか知らんよ。結婚しとった場合はさ、多分さ、奥さんにやってもらうけんさ。わっ、あー、今の何よ、今の何、今の、今横切った何、何なんだ今の。もう露骨になんか気づいてくれっていうかまってちゃん的な製法できましたよ。さっきトイレ入ってみよう。まあ何もないと思うんやけどね。サニタリーボックスってほんとに何これ、俺知らんのよサニタリーボックスって。ジュークボックスの友達かな。何もなし、多分便器一つ一つ調べたって何もないでしょう。そう思います僕は。一応調べ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、待って、いきなり不意打ちなんですけど、不意打ちなんですけど、あー出れたわ。出れたわ。何や今の、何、立て付け悪いだけなんこれ。立て付け悪かっただけなんやな。よかったー、怖っ。いきなりなんか襲ってくるかと思って、何かブーって音楽流れなくてもさ、連打したら結構簡単に開いてしまった。怖い怖い。ラブレターしか見つかってないんやけど。もう一回言うよ、ラブレターしか見つかってないんやけど。もう今のさ、ラブレター返せって西条さんが来たかと思ったで、何か怖い怖い。お、まだノックで遠回しに4秒だよ。何よ、うん、なんかちょっと光った気がする。ここちょっと光った気がするけど、気のせいだった、気のせいでした、残念。棒の感覚は悪いね。
立って錆びついてる。4階に来たね。まだ上あるんこれ。屋上行くんかな。掃除器具以外のものがあるところを見てみたいです。ですね、あー、まだなんか露骨に4秒るよ、露骨に4秒るよ。トトトトトってどっからの音てか、なんだろう、なんかこんなに机並んどったら若干目の錯覚でさ、一個だけ違うんじゃないかって思ってしまうけど、全部一緒やな。あ、今気づいた今気づいた。トトトトトってなんなんそれって思ったけどさ、壁を叩く音とかじゃなくてさ、ここを歩いた時の音なんやなびっくりしたわ。なんか俺天然やん。なんか自分で起こした音をさ、自分で怖がっとうもん。ビビりやな。若干俺ビビりなとこ見せてしまったな。なるほどな。俺バカやね。消火器。はい、ここトトトトトってなります。そういうことだ。そういうことだった。何を俺ビビっとったん。なんかすっげえ恥ずかしい。で、センター試験。お、これじゃ、この先なんやな。この先に行けって言おったんじゃ。達成目標がそれなんやな。で、まあ、とりあえず、丁寧に見ていきますよ。多分なんもないと思うけどね。丁寧に全部見ていきます。あ、まだ女子トイレの方だけ。めんどくさい。めんどくさいになってきた。若干何も、パッと見て何もないんだったら、めんどくさになってきた。右下なんもないね。了解です。もう一応見るよ、一応。あーっと、開けれます。何も入ってない。掃除用具類、入れとけ、バカ野郎。どこに持っていたんや、この掃除道具は。てか、懐中電灯欲しいっすね。そもそも懐中電灯手に入るんだろうか。もう必要ないパターン？一応セーブしとこ。クイックセーブ。キュッ。いやー、ヒーとか言わないで。誰だ、今のは。もしかして、はじめさんか。はじめさん、こんな声出せるんか。2回連続で言いよったで。キャンセルボタンか。キャンセルボタンでこの声が聞こえるだけか。お、5階や。屋上に行くんかと思ったら違うんやね。多分4階のあの通路通ればもうそれでいいと思うんやけど、達成目標的には。一応調べておきますね。一応ね。ノックして、もしもし。5階まであるってすごい、なんこれ。あれこれなんかさっきの回でも見たことあるけど、あれ気のせいかな。ないね。アンモニア臭だよね。いやって、施錠。問題なしです。ないかないかな。もしかしてこっち側にあるラブレターだけっていうパターンなん？なんかすごい、心が痛いんですけど。ラブレターしかなかったって心がなんか痛いっすね。ラブレター見てしまったみたいって、そういう心の痛さがあるんですけど。それを紛らわすなんかないっすかね。ないみたいですね。残念でした。ないです。ではもう行きます。行きますわ。あ、こっち側のやつ見てないけど、なんもなし。よっしゃー、達成目標や。この先行ったら、あるんだよな。ちょっと行ってイベントがあると思うんで、ないわ。なかった。イベントなかった。残念。残念だったね。あ、なんかこっち怖いな。こっちの方なんか怖いぞ。あー、なんもなかった。だーって叫んだわけどさ。だーだけで終わった。よっしゃ。今回のパートはここの回全部調べ。あ、びっくりした。さっきまでの教室なんか机の配置違うような気がする。ストップいじめ。いじめは絶対にいけません。人間として行ったらいけないことです。お互いになった時に復讐が待ってますよ。いや、復讐は待ってないと思うけどさ。あー、何も今の音。カラーンってなんか復讐か。これが復讐ってやつか。誰にも俺、恨み持たれてないけどな。よし。よし。
え、今なんだい、触ったらあかんやつこれ、触っていいやつこれ、あ、いいやつだった、なんだったん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 や、みんな大嫌いって何、いじめがあったみたいに、いじめがあったみたいにみんな大嫌いって、それでソップいじめなん、マジか、何これ、地球を動かしているのは思想ではなく経済だ、哲学だよ、その世の中にみんな大嫌いってあるんだから滑稽だね、うん、わかりますよ、大学に関する本、あ、なんか進路の進路関係の資料やな、あー実にくだらないよ、ほんと、あー実にくだらないよ、けどなんかさ一番上はくだらんけどさ、真ん中と下、特に下のさ、みよこ&みつこのさ、その隣の1981がすごいさ、なんかあるよね、なんかパスワード的なイメージで1981覚えとかなあかんような気がする、バイケンジって誰だろうね、アイラブちいさ、ちいさって誰、ちさって、あ、ちさか、ちさちゃん好きなんやな、うん、さっきラブレター拾ってさ、他の大好きの子を見てしまったし、今なんかちょっと音聞こえたし、聞き逃さんよ、こういう音は聞き逃さんよ、蹴りって何、なんかをぶ、なんか瓶を開けたような音やめてくれないか、小さい音だけど聞こえたよ、あ、誰かおるで、誰かおるで、どうした、どうした、おい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 、見えてない、見えてない、なあ君、え、はじめさん、メインだろ、メインだろうが、ここ女の子おるだろ、俺には見えとるぞ、それとも俺はじめさんよりも目いいタイプ、はじめさんに勝った俺視力、何これ、集金があって14,400円です、3月14日ホワイトデー、え、なんかこれ、センター試験がどうとかって言ったら3月にセンター試験ってあるもんやんけ、え、俺センター試験とか受けたことないけんわからんのやけど、通科大学しちゃうけどな俺、え、センター試験ってなんだろう、センターって名前やけんさ、俺7月に受けるようなイメージがあるよ勝手にセンターやけんね、センターやけんね、ぜ、ね、そうなんか知らんけどね俺、ほんと俺センター試験受けたことないんで、専門学校生です、普通科大学じゃないんでねよっしゃ、収穫がラブレター1枚っていうね、この西条元哉さんのさ黒歴史を見たってだけで終わってしまったよ、なんだこのパートはよっしゃ、あとちょっと俺が若干ビビリってことを見てしまったでしょね、怖いでしょ、はい、というわけで今回はこの辺で、次回からストーリーに進展欲しいところです、週上げ。やっとレコード